毎度この江戸っ子なんてことを言っておりますが、江戸っ子本当にいい言葉です。江戸っ子と言われてみたいですね。なかなか江戸っ子と言われるような目に遭いませんけれども、それでも江戸っ子と言われて気分の悪い人いません。江戸っ子でしょなんて言われてると、そんなことありませんなんてこう急にはなかなかそれを否定しにくいもんですね。江戸っ子だなあなたって、そうかな江戸っ子だなんて調べてみたら山形県だったりなんかするんです。それでもなんかこう江戸っ子と言われるって江戸っ子でいたいですね。本当の江戸っ子と言われるには親子3代続かないと江戸っ子と言えないなんてんで、東京中探したってなかなかいい本当の江戸っ子ってのはいません。何しろ東京ってのがもうそれぞれのところの吐き溜めみたいなところですから、めのところじゃうだつが上がらないという方々がこうやってお集まりになって、で一つの町ができてるわけですね。つまり廃物利用みたいなところでございます。そういう連中ですから、なかなか3代続くというところまでまた辛抱ができなくなって逃げ出したりなんかしますから、どうもこの3代続くというのは、私なんぞ江戸っ子みたいな顔をしてやっておりますが、江戸っ子まで行ってない。親父とおふくろが仙台の出ですから、仙台から出てきても3代続かないと江戸っ子と言えないというぐらい誠に、不都合なもんで、どうもその3代続かなくちゃいけないというのは少し厳しすぎるよなんてんで、この度規約が改正になりまして3代続かなくてもいい、東京へ出てきて三月経つと江戸っ子だって。三月経ってせっかく晴れて江戸っ子にはなるけれども、言葉の方まではすぐ治りませんから、何言ってやんでビラボーミーなんて治るから。まあ江戸っ子というのはいろんな話があるわけでございますが、江戸っ子はさつきの恋の吹き長い、口先ばかりで腹渡はなしなんてことも言います。いかめしく見えてももろきあられかな、みんな江戸っ子の気性を言ったものです。江戸っ子の生まれ族ない金をためなんて川柳があります。江戸っ子っていうのは余裕の銭を持たない、これを大変に自慢にしております。ああ銭を持ってるって言ったら心持ちあるしゃねえ、やっちゃったよどうしたよ、どうしたってよ、今あんまり大きな声じゃ言えんだ、おめえだからちょっと話してるんだよ、どうも今日はおめえ銭は残りそうなんだよ、やっちゃってんだよ、ほら、使っちまえ使っちまえったっておめえそうはいかねえよ、おめえさっきから飲んだり食ったりいろんなことしてんだけどよ、飲んだり食ったり家減ったりまた出てきて飲んだり食ったりじゃどうも今日中には銭使い切れねえよ、ほらおめえジョロが行くにはちょっと半端な銭だしよ、やっちゃったよ、どうしようかと思って今ぼんやりしてたんだよ、まさかおめえ天下の水曜金どぶん中へ捨てちまってわけいかねえしよ、そうかよ、おい今の野郎だな、普段の行いが良くねえとは言いてえけどな、実は俺もそうなんだよ、今弱ってね、うろうろしたんだよ、どうだい、じゃあこれから二人ともって寄せ行ってよ、みんな話し家にくれちまうじゃねえかなんてんで本当に話し家になるなら昔なりたかったなという、今どっちかっていうと話し家から取ったりなんかそういう人も、ちょいちょいいるなんて本当に弱ったもんでございますけれども、つまりその江戸っ子は銭をいらないというわけじゃありません。いるんですやっぱり。ないことにはそれはおまんまは食べられない、家賃は払えない、上路街はいけない、銭はいります、いりますけれども、酔い越しの銭を持たない、つまり金として懐の中に温めて持っておく、これはつまり江戸っ子のそらえもし。じゃあどうしたらいい、銭はこの腕の中に入ってるってんです。ですから昔は腕を磨いて磨いていい職人がたくさんいたそうです。元も全部が全部そうだったのかなと思ってと、中にはいかがしいのもあったようですけれども、おーげんちゃん何、おらこれだおらおめえに釣ってもらった棚よ、おおあらおめえ落っこっちゃっただおい、落っこったおかしいなおい、なんか乗せたんじゃねえかよなんて乗せたんじゃねえかよなんてやらだらいたなだおな、おらも因果だな、財布しろっちゃったよ、冗談じゃねえで、今日はいい塩梅に明るいうちに銭使い切っちまってやれやれと思ったらこんなもん拾っちゃったよ、表中へってやんのかな、ちょっと開けて見てやろ、なんでこれ銭が3両も減っていったのか、書き付けに陰陽かよ、書き付け神田立出口長大工吉五郎、
まぬけな野郎だよ、この野郎。この野郎落としやがったんだ。銭はともかくよ。え、陰陽がなくちゃ向こうだって困るだろう。え、ちょっと行って届けたら。おう、おプロよ。はい、よろしくお願いします。何差し上げますかな。何、何差し上げますかな。なんで差し上げるってな。え、おタバコ。何言ってんの、この野郎。何もタバコ屋の前に立ったからってタバコ買うなんてとんでもねえ野郎だな、この野郎。誰がタバコ買うっつったんだよ。これから俺はおめえに物を着てんだ。まあ、それでございますか。へいへい。何を、だからよ。なんだろう、どこだ。え、どこだってんだよ。はは、何がでございますか。何がでございますか、この野郎。とぼけやがって。だからよ。ああ、そうだ、神田盾大吉町ってのは、こらがおい。ああ、浅井でございます。神田盾大吉町、この辺だな。あ、そうかい。じゃあ、分かってんだろう。え、どうだよ。何ねえ、何が何がってよ、神田盾大吉町といえ、そうそうそう。だから、デイコの吉五郎よ、吉五郎。ああ、浅井でございますか。スタース様はこれから、大工の吉五郎さんのお宅をお尋ねになろうというお方でございますか。やろ、人の話をなぞるなよ、んちょ。分かってんなら早く、どこだよ。吉五郎さんのお宅はですね、これから、そこに八百屋があります。それについて左曲がりますってと、右か三軒目ですよ。小正寺にね、山形に吉としてございますから、はい、そこが吉五郎さんのお宅でございます。やろう、それだけ詳しく知ってやって。早く押せるもんだろう。ありがとう。なんだよ、あいつは。変なやつだね、どん。こう言って、三軒目。お、あったあった。なるほど。山形に吉と。これ、障子。ああ、この障子、張り桁ばっかりだよ。もっと髪新しいじゃねえか。いい腕してやんの、この野郎。そらそうだよな。こんな濃きじゃねえところと思って、わざわざおめえ人頼んで張らせるわけやねえよ。お、らんまんどっから白い煙が出てや。なんだこれ。魚焼きやがったんだな、おい。かかでも嫌なのかな。ちょっと開けてみてよ。いるよ。かかなんか嫌しねえ、こんちは。捨てるもんだよ。イワシの塩焼き焼いたんだよ。うちん中、毛布だらけだ、おい。背中丸めて、皿の上イワシ乗っけて、つっついて酒飲んでな。プライ酒飲むならそんなしょっかるもんで飲まねえでよ。もっとさっぱりしたもんで飲んだらどうだ。さっぱりしたもんで飲んだらよ。誰だよ、その人のうちの障子穴開けて中覗き込んで小言言ってやんな。張り替えたばっかりなんだ、おい。穴開けんじゃねえ。用があるならヒリ当たらないでよ。用がなくて誰がこのとこ入ってくれたらかよ。開けるよ。勝負なんだこの野郎。人のうち開けて勝負だってよ。なんだてめえは。俺はな、白川部長の社官で金太郎ってんだよ。ほんと、金太郎か。そうよ。金太郎の人は赤くねえな。まだ茹でてねえから。なんだよ。生のままで減ってきやん。なんでなんでじゃねえんだよ。おめえよ、今日柳原でもって財布落としたろ。おい、おめえどっかその辺行ってよ、冷て水で変わるとこいよ。柳原でもって落としたところが分かってるぐらいなら俺は白つけつくら。俺が拾ったんだ、俺がよ。な、これだ。なんか改めたね。銭が三両、書き付け人形。おめえのもんだろ。てめえの名前が入ったから、もうちょんだよ。改めて受け取り。ねえ、やろう。おせっけなことじゃん、なんちゃ。向かい。じゃあよ。書き付けた人形は、そらまあ、出来のもんだ、もらっとくよ。銭は俺のもんじゃねえから持ってけ。なんで俺のもんじゃねえから持ってけってな。おめえのもんじゃねえかよ。てめえの名前を書いた書き付けがあったらてめえのもんだろ。だからよ。いや、そら、やかんしよったな。いや、手やってんやから。いいんだよ、んなもん。どっか一杯やってけ。やろ、面白くねえやろだな、今日。俺はてめえに銭もらおうと思ってきたんじゃねえぞ、おい。俺のもんじゃねえって言うんさねえだろ。そらよ、だから元は俺のもんだ、元は。だけど、そいつだって俺の懐の居心地が悪いからってんで思って飛び出しちゃったんだよ。なんもない、俺のもんじゃねえ。
持ってける。この野郎、てめえのもんだって分かってて持ってけやつはどこにいるんだい。なんだおい、持ってけっていうの持っておねえのか。おめでと分かりそうなもんだろう。江戸っ子だろう。てめえの懐から転がり出したものをまた元へ納められるかどうか考えたって分かりそうなんじゃねえか。てめえだって職人だろう。なんだこの野郎、なんで職人だろうってな。当たり前じゃねえか。それとも何か俺が殿様に見えるか。この野郎、面白くねえ野郎だな。てめえも俺は持ってけってんだぞ。持ってけってんだよ。持ってかねえのか。持ってかねえとためにならねえぞ。何を言ってやんだよ。てめえに脅かされて、ああ最低ござんすか、黙って指くわえて持ってくような、そんな俺はどうじゃねえや。そうか、持ってかねえのか。よし、どうしても持ってかねえってんだろ、この野郎。引っ張るぞ。むしれえな。銭届けて殴られたなんて、そんな話聞いたことねえんだ、ほら。殴れるもんなら殴ってみろ。おあつらいなら、こんにちは。あ、やれよ、たぶん、この野郎。あ、ちょっと、ちょっと、大家さん、始まったよ。また、吉本とこで喧嘩喧嘩。来たくれよ。大家さん、ちょっと、仕事が先日から、おい、なんだ、おい。棚の上からなんか転がし、あ、仏壇から、おい、ちょっと、大家さん、いろんなもんが転がりだ、仕事が先日かねえってんだよ。何しょうがねえな。また、なんだろう、吉んとこだろう、喧嘩ってやん、あの野郎んとこだ、相場決まってやんだから。やってるやってる。わあ、やってるよ。あら、威勢がいいや。ああ。相手の負けの、負けちゃいねえの、おい。イワシ踏みつぶしやがったな。ああ、曲げつかんまって、二人でもって毛のむしりっこしてやるから。かあ、すげえな、こら。どっちが余計抜けるかしらって、ちょっと喜んでちゃダメだよ、ちょっと。はい、止めてやってくれ、お前。仕事が手につかねえから。待ってろ。七。だめ、いい加減にいねえかよ、おい。俺は驚きゃしねえよな。俺はめ壁なんだぶち抜かれようと何されようと、こんなこくたねえところだ。俺は驚きゃしねえが、隣の人は困るじゃねえか。てめえと違って異常だよ。仕事が手につかねえとさ、いろんなもんが転がり落ちてきて。おい、相手の若い人、おめえだ、おめえいい加減にして聞いたらどうだ。おめえこいつてよ、なんかグズグズ言ったら喧嘩になるのは分かってたろ。この野郎の気の短いのはみんな知ってるんだ。ああ、いい加減してお帰りよ。けんなよ。おう、俺はな、伊達屋水業でもってこんな小汚いところへ入り込んできてわざわざ喧嘩してるんじゃねえんだよ。拾った財布を届けてやったら、この野郎がいきなり殴ったんじゃねえか。そうですか。あ、そらどうも、すいませんでした。そら吉、そらてめえがよくねえ。そら、おめえにすりゃよ。拾ったな、また、懐入れにくいとかなんとか言うんだろうけども、そらおめえしょうがねえや。そら一旦受け取っといてだよ。そら明日また手土産かなんか持って、ゆるめぎ入れに行くってのが道ってもんだ。それおめえ殴るって、やつがあるか。それおめえがよくねえ。何を言ってやんだ、このクソったら家主。なんだこいつは。つまらねえ短歌切るんじゃねえぞ、おい。世の中にクソを垂れねえ家主があるか。ああ、俺はな、家主にけじめくらって黙って指くわえて引っ込んでるな、そんなお兄さんじゃねえんだよ、おい。自慢じゃねえが、みそかのタナチン。27日にはきちんきちんと届けてるんだ。それとこっちはちゃんときれいにさせてんのに、てめえはなんだ、おい。ボンが来たって、ひょうが損したって、はなかみじめ持ってたことねえじゃねえか。知ってる。どこの野郎。おい、お前さんも聞きなすったろ、この野郎の言い草をよ。この野郎こういう野郎なんだ。ここでな、どっちがいいの悪いのって理屈こねてらよな。またなんだで新しい喧嘩が始まっちまうんだ。だから今日は一つ、まあ悪いようにはしねえから帰っておくれ。あ、こいつはな、何かの時にきっととちめてやろうと思ってたんだな。いや、このままってわけいかねえ。これからな、南町奉行大岡越前の神様にこいつを訴え出て、押し出すの上で必ず頭を下げさせるから、まあ一つ今日は帰っておくれな。悪いようにはしねえから顔はきっと立てるから。おかい、これ跳躍が出てきてよ。そんじゃ俺だっておめえ今日は引き下がんなきゃなんねえけど。いや、吉、覚えてろ。ええよ、覚えてろよ。覚えてるよ。俺まだ28だ。もろくしゃいねえんだ。悔しいと思ったらいつでも仕返し来い。矢でも鉄砲でも来い。何もねえろ、矢だの鉄砲だのてめえやつけんのにやるけ。この原稿振りまえ。あ、ちょっと、それがいけねえんだ。やめろよ、おい。ちょっと帰っとくれ、帰っとくれ。な、悪い家にいねえから。しゃあ、いまいましいな。
まさか殴るとは思わなかったよ。嫌にじわーっとしてあったから大丈夫だろうと思ったら、いきなりポカッちゃう。あの年寄りが出てきたらしゃあねえから、腕をこうやって引き下がって蹴ってきたから、それにしてはいまいましいな。なんとか仕返ししてやりたいな。大広くぞ言ってた、本当にあらしねえ、本当に。くれ、もっと、もっと、おい、金太。金太郎。おい、あ、どう、おやさん。おやさんじゃねえよ。何ブツ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 言いながら俺んとこの目、俺がこうやって表に眺めてんの気がつかねえか。ヒールこっち。まあ、かけなよ。今もな、ばあさんと話してたんだよ。この俺んとこの家族に随分人はいるがな。まあ、どの棚を取ったってろくなもんやしねえや。おめえが一番いいや。江戸っ子だ。江戸っ子はいいや。江戸っ子ってのは履物が新しくて頭がさっぱりしてるら江戸っ子だなんて言うけども、おめえあんまり今日は頭江戸っ子じゃねえな。ええ、さっきまで江戸っ子だったんだ。ちょっとそこで喧嘩しちゃったからよ。それからちょっと頭江戸っ子じゃなくなっちゃった。喧嘩か。威勢がいいじゃねえか。どこでやったんだ。どこって、今日はなんだよ、柳原でもってよ、ちょっと俺財布拾っちゃったんだよ。だってまたそんなドジなことをするんだよ。下がねえけど下駄に引っかかってきちゃったらしょうがねえよ。ささくれた下駄履いて歩くからそういうことになるんだ。気をつけねえかい。で中改めて見たら書き付けに、陰陽あと銭が3両減った。まあ3両ってのは低金には違えねえけど、そんなものやらな、陰陽がなくちゃ困るだろうと思って俺は届けてやったんだ。そうか、そこが俺はおめえが好きだよ。江戸っ子だ。よくやったな。喜んだろ。喜ばねえ。怒りやがった。なんだって怒りやがった。書きつけと印行は俺のもんだからもらっとくって。銭は俺のもんじゃねえから持ってけってやる。だからてめえのもんと分かってて持ってけな、俺は用意しりゃねえってそう言ったら、持ってかねえとためにならねえってや。持ってかねえなら、引っ叩くってやったらね、殴れるもんなら殴ってみろ。こう言ったらね、おあつらいならっていきなりポカッて。なんでいきなりポカポカってな。じゃあおめえ何かまさか殴られたんじゃねえんだろうな。だいだいだから受けた。どこで頭で。なんだこれ。じゃあおめえ殴られちゃったんだな。そのかいこっちだって騙しちゃいねえ。いけろーって上へ飛び上がってとイワシ3匹踏みつぶして。お前何かイワシと喧嘩してんのか。そうじゃねえけどな。くんずほぐれてと思って壁とシンとシンやったもんだから隣のやつは驚きやがった。家主呼んできたよ。ああしたらね、その家主がいきなりらしい建築家だよ。こいつの気の短いのは分かったのと、こいつでグズグズ言ったら喧嘩になるのは当たり前だ。いい加減にして帰ったらどうだいってからこっちも黙っちゃいけないよ。ね、そうでしょ。何も俺はこんなところへね、伊達や水郷で閉込んできて喧嘩してるんじゃねえ。拾った財布を届けてやったらこの野郎がいきなり俺を殴りつけたんだって、そう言ったらそのやっぱりね、家主ですね、大したもんですよ。その吉公って野郎ですがね、そらおめえがよくねえ、そら納めにくいのかもしれねえけど、一旦は納めといて明日手土産かなんか持って礼に行くっていうのが、それがこれが道ってもん。それをなんだ殴るって、そらおめえがよくねえ、そうねえことは言いましたがね、またその吉って野郎が負けちゃいねえんだ。そのあべこべにね、家主に単価切ってましたがね、この単価がやったいい単価でね、あら思い出しても惚れ惚れするね。おいおめえ殴られて褒めてどうしようってんだ。いやだってあんまりいい単価だから。どんな単価だ。何言ってんだこの腐ったら家主ってんだよ。切ったね単価だな。世の中にクソを垂れねえ家主ってのがいるかい。向こうでもそう言ってたけどな。ほら家主にけじめくわらって指くわえてしっかんでるような、そんなお兄さんじゃねえんだ。みそかの魂27日にはきちんきちんと届けてるんだ。それとこっちはギリに達してんのにてめえはなんだい。本が来たって正月が来たって花紙一枚持ってきたことはねえじゃねえか。短歌切ったね。まったくどこも家主ってのは同じだな。つまんねえことで感心してるんじゃないよ。そしたらその家主がね、とにかく子供ってぐずぐず言ったってまた新しい喧嘩が持ち上がっちまうってんだよ。悪いようにですね、これから南町奉行大岡越前の神様にこいつを訴え出て、お知らせの上でこいつに頭を下げさせるから、まあ今日は一つ顔は必ず立てるから、一つ引き立ってから帰ってくれってから、それから仕上げてきたんだ。
ああそうか。まあそれでお前の顔は立った。俺の顔はどうする？え、いや俺の顔はどうするよ。親の顔すか、どうかするんすか？どうかするじゃねえ、おめえはな、俺んとこの棚子だろ。おめえの顔を立って俺の顔をどうやって立てるんだ。親の顔立てんの？あれ立ちにくいね。どっから見たってまん丸だからね。お茶漬けの宣伝みたいな顔してんだ。あら結構立ちにくい。何をくだらねえこと言ってやんだこの野郎。そうか、向こうにばかりいい子にさしとくことはねえ。うん、こっちからも訴えて。願書書け、願書。え、願書書け。なんで願書、だから字を書くんだよ。字書く？そんな薄みっともねえことできねえ。何言ってやんだよ。字書けねえ方がよっぽど薄みってみて。うん、すすりもっとこい、俺がすって書いてやるから。双方から訴えてます。昔のお知らせです。まあ今の裁判所と比べるってと、昔にはこうピーンと張り詰めた方が一本あったような気がいたします。それは今だって威厳がないわけじゃありませんが、でもともするってと、何か都合が悪いなと思うと、見たこともないような町の町長選に立候補しちゃったりなんかしますから、どうしても昔の方がどっちかってとピーンと張り詰めたものがあるような気がいたします。テレビやなんかでもよくおなじみの場面で、奉行お知らせ、正面には鞘形の襖、左右に目安方紅葉人、縁の下には筑波井の同心衆が居並びます。あの同心衆というのはどういうわけですか？みんなあの巻き羽織ってんでね、羽織をこう尻っぱしょりしまして、こう前へ挟んだもんで、渋さもじっと持ちまして、しかいろ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 、小屋さん小屋さん、どっかで引き返ろだって、引き返ろ引き返ろってんだよ、引き返ろ。え、仕返ろ。仕返ってるよ。仕返ってるってバカ野郎、あぐらかいて仕返ってるってなるか。ちゃんと座るんだよ。座るのかよ、冗談じゃないの。座るなんて、もむしは硬くて、ほらほら、しょうがねえ、ほら肉がみるみるってて、ほら、だからほらこんなとこに出てくるの嫌だってそう言ったんだよ。それおめえさんが無理やりぐず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 言ってるから、他で赤ん坊に正面やってお奉行様がお出ましになるんだから頭下げろ、頭を下げろ。これで下げんの、この形で。冗談じゃねえよ、もむしきゃ食い込むんだよ、体ちぎれちゃうよ。ほら少し前の方へこう寝そべっちゃいけない、寝そべっちゃ、ちゃんと頭下げろ。神田立大工町大工吉五郎、同じく白壁町左官金太郎、付き添い人一同司会おるが、一同揃いましてございます。吉五郎、面手を上げ。吉五郎、面を上げ。表今閉めたばっかりですから。面を上げねえかよ、面を。何でこの野郎、いきなりそばで大きな声出すね。来るじゃねえかよ。なんで大きな声出しゃいいと思ってんの、この野郎。閉めたれ。なんだお前は、お役人と喧嘩をするやつがあるかね。しみったれってのが、だってしみったれじゃん。大家さん見てみな、あの野郎。ほら、ね、着物の裾が傷んじゃいけねえってんだよ。ね。羽織、しっぱしょりして。しみったれな野郎だ。くだらねえこと言ってねえで。え？お奉行様が頭を上げろってんだから、つらあげろ。つらあげろ。あげろって今おめえさん、あげろってそう言ったじゃん。もうあげんのかよ、おい。すぐあげるくらいの、鼻からあげてるじゃん。あげたり下げたり、頭だからいいよ。米の相場だったら狂ってな、おい。あの、歩道が上がらないけど、こんなもんでよろしいですか。吉五郎、その方、犬ぬる日、柳原において財布を取り落とし、これなる金太郎が届けつかわしたるにもかかわらず、うち朝着をしたという願書の趣であるが、それに相違ないか。え、あ、相違ありません。
その通りなんだ。いや、それはね、お行様の目ですけどね、それは足だってね、それは、政府落としは分からんすよ。分からんすけど、そんなもの振り切ったりね、いくら拾ってきたりなんかしたら、これは江戸っ子のそれが欲しいになりますから、ああ、せからんなものは打ち散らかして打ち切っちゃったんですよ。久しぶりに政府を落としていい殺しだなと思ってね、さわざわしてイワシの塩焼きでもって一杯やってるってと、あの野郎、あの野郎おせっかいの野郎でね、足に、わざわざね、持ってきやん。ただ持ってくるだけなら言いますよ。この書き付けと陰陽が入ってるから、この手にもてめえのもんに違えねえなんて、嫌にゆすりがましいことを言うんですから。だからまあ、ふざけんな、この野郎ってんで。おめえにくれてるから持ってけってそう言ったら、俺のもんじゃねえから持ってくれってやん。持ってかねえとためにならねえぞと。こいつの身のためを思って親切に言ってやりました。どうしても持ってかねえ。持ってかねえならひっぱたくっつったら、殴れるもんなら殴ってみろと。こうはっきり言いました。それから、明日はおあつらいならってんで、ばかりってんで、面白いことを申すな。金太郎、その方はまたなぜその折にその金子をもらいようか。冗談言っちゃいけませんよ、お奉行様。これこれ、祭壇の場に冗談はないぞ。何ですか、あの、冗談じゃねえって言うと、そら、マジですか、本気ですか。それじゃ伺いますがね、そういうことがあったらですね、どっかへ持ってけとか、自陣場へ届けるとか、そういうことを教えるっていうのは、それが神お役人ってもんじゃねえんですか。そうでしょ。あっしはね、そんな自慢じゃねえ、ねえけど、三両や五両の銭をですね、猫ババ決め込むような、そんな、そんなあっしはしみったら了見じゃありません。そんなしみったら了見だったら、あっしはとっくに出世してます。今頃は親方とか棟梁とか言われる身分になって、なんとか生きてるうちに出世だけはしたくねえ。なんとか出世はしたくないと思うから、毎朝、コンピラ様にお豆苗。こら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 。奉行所でないとはいかん。しからば、双方ともに、金子はいらんと申すのか。なれば、その金子、この越前が預かりおくが、その儀はどうじゃ。そうしておくんないよ。そんなもんあるってとまたね、二人ともってのべつに喧嘩のタイムやねえから、お願いしますよ、まあ、一つね、大将。なんだい、こら。大将ってのあるか、おい。ああ、これこれ、家主。捨ておけ、捨ておけ。そうだよ、捨ておけよ。ついでに棚賃をくだらねえこと言ってんだよ。しからばどうじゃ。双方に二両金ずつの金子を褒美として与えようと存ずるが、その儀はどうじゃ。双方受け取りくれるか。跳躍成り代わって申し上げます。かような正直者がいでましたるは、誠に町内の誉れにございます。ありがたく頂戴をさせていただきますので。そうか。これ、双方の者に褒美を届け。この度の調べ、三謀一両損と申す。わからんければ越前申し聞かせる。吉五郎、その方その金子を受け取り岡場三両割った。金太郎もその金子をもらい岡場三両割った。越前も預かり岡場三両ある。しかるこれに一両金加えて双方に二両金ずつの褒美を使わす。これすなわち三謀一両損と申すお調べである。はい、わかったか。わかった。よし、わかった。わかったらば立て立て立て立ちませんよ。いや、待て待て待て、だいぶ調べに時を移したな。両人ともに空腹であろう。双方に全部を取らせい。なんすか全部ってな。おまんま。あ、そうですか。どうもありがとうございます。足が痛いばかりだと思ったら、そうじゃない、腹は減ってやって、キュッチュ言ってやった。あ、どうすか。早いですね。どう、いただきますよ。ほらどん、めいめいの、あのお膳付きでどん、お奉行さんいただきます。おや、すごいね、これは。タイの塩焼きだ。いただきやん。あら、おまんま、毛布が出てやん。あら、まだあったけ。いただきますよ。うわー、すごいね、おい。こういうタイは本場だからね。岬の本場。ね。骨離れがいいってのこれ。おい、おい、し、おめえ、この間、俺ら行った時よ。イワシの塩焼きでもって酒飲んでったろ。どうせ飲むなら、こういうもんで、酒飲めってんで、こういうタイの塩焼きだよ。何を言ってんだよ。おい。そんなものだよ、酒食らうような俺は悪さ普段からしてねえんだ、おい。だからよ、またこういうもんで酒飲みたくなったら、二人で喧嘩して奉行所になだれ込むじゃねえか。かわけたことを申すな。ああ、これこれ、
いかに双方とも空腹じゃからとて、そうガツガツ食らうな。腹も身の内だ。ええー、分かっております。大川食わねえな、おい。たった越前。いっぱいお運びをいただきまして誠にありがとうございます。世の中にはいろんな商売がありまして、今そうですね、世の中が多様化してきましたから、今何か面白い商売あるかね、この世の中でってとなかなかこれってないもんですね。これはNHK の昨日ですか、テレビの予告編か何かで見たんですが、今ほらカード時代でしょ、クレジットカードってんで何でも先取りにして物が買える、そのために払えなくなってそれを売っ払っちまう、それを買い取る商売っていうのがあるってことをね聞きました。これが結構いい商売になってる。ですから案外リサイクルやってんですか、昔流に言えば古道具屋、まあ、古道具屋とはちょっと違うんですが、古くまではならない古道具屋、まだ十分使える、ただ飾るだけじゃない、そういうそのいわゆるリサイクル屋ってのが、多いんだそうですね。中にはまた駅やなんかのゴミ箱に手突っ込んで週刊誌だとか新聞だとかそういうものをさらってきてね、なんかサライちゃんとかなんとかっていうんだそうですけどね、それ並べて売るなんて商売があるんだそうですね。物を何でも粗末にいたしますから、今はそういう商売が成り立つのかも分かりませんが、ですから いろんな商売ってのはありますね。昔は、猫の飲みを取るなんていう商売がありました。猫の飲み取りましょう、猫の飲み取りますよ、猫の飲み、猫の飲み取りましょう、一匹一匹捕まえてきてこう毛を分けてプチプチ潰すのかと思ったらそうじゃないんですね。狼の毛皮ってのを持ってまして、飲みの好きな匂いらしいですね、あの狼の毛皮ってのは。で、狼の毛皮にくるんで日向にじっと座ってるんですね。まあ、通った人は何だろうなと思いますけれども、とりあえず座ってるんですしばらく。そうするってと、狼の毛皮にみんな飲みが移った頃見計らっといてカッパラかなんか持ってってポン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 と叩く。そうするってと飲みが驚いてパラパラと落ちる。お足をいただく。いい商売です。耳の掃除をしましょうなんて。耳の掃除をしましょう。掃除屋さん、頼みたいね。どういうふうになってんの？上中下とはありますよ。上中下、やり方が違う。やり方同じですよ。やり方同じですけどね、お道具がちょっと違います。上ってのは何？耳かきの先が金になってましてね。おお、いいね。中は銀ですね。下は釘の頭です。なんでそんなことやられたしには耳めちゃめちゃになっちゃう。喧嘩指南所なんての昔はあったそうです。やい、喧嘩を教えるってのは産むか、不正やろだ。なんだこの野郎、いきなり人の家に入ってきて産むかとは何だ。第一、俺は教えるとなれば師匠だぞ。その師匠に向かって産むって言い草があるか。帰れ。ねえよ、師匠だ。あう、教わると決まるら師匠か知らねえが、今様子見に来ただけで、教わるかどうか分からんしねえのによ、師匠も減ってくるもあるよ、師匠。とぼけたよってやんてかねやろ、どてっぱらけぶって、そこめ風通すから、その上にくすってるやろ。待ちなさい。
お前さんが仕込めば物になるかもしれないなんてくだらねえ商売が世の中にあったもんですよ。おい、ちょいと付き合ってくんねえかな。何？いや、何言ってよ。ちょっと付き合ってくれよ。なんだよ。だからさ、ちょっと友達なんだから嫌だよ。おめえはね、そのね、友達なんだからとか、友達があるのねえのって言い出すってとろくなことはしねえんだ。え？なんだよ。何付き合うのね。だ、あの、ちょっとね、実は今日から俺お稽古始めようかと思って。お稽古？また始まりやがったよ。お前はね、あっちのお稽古、こっちのお稽古って一つだってまともに続いたことねえじゃねえか。第一、おめえのお稽古に付き合って俺はどのぐらいね、嫌な思いをしてるかわからないよ。この前だってそうじゃねえか。ん？歌の稽古をするから付き合ってくれ。うん。友達芸のあるとこ見せてくれとかなんとかって言うからしょうがねえよ、お前。友達芸のあるとこ見せてやろうと思ってくっついてったよ。そしたらおめえ、俺の目の前でもってお師匠さんによ、断られてたじゃねえか。お師匠さんが三味線テーンとつけて、おめえが、はーって言った途端に、あ、すいません、お引き取りお願いします。おめえ、口をとんがらなくて、どうして？あっち何も言ってませんよ。ただ、はーだけじゃないですか。どうしてお断りなんですって言ったら、お師匠さんが、え、もう長年聞いてて分かります。あなたのような方がお稽古においでになってるってと、知らないうちに他のお子さん方がみんな調子外れになりますから、人を助けると思って、お稽古を、お引き取りお願います。え？おめえ頼まれてたじゃん。うん、そうそう。だからあの時は俺は心よくよ。うん。人を助けた。何言ってんだよ。そればかりじゃねえ。その後おめえ踊りのお稽古だってんだ。ああ、浴衣ざらいかなんかあるから見に来いっておめえそう言ったろ。言ったよ。また友達がねえとかなんとか嫌がっからおめえしょうがねえや。そしたらおめえあの時何やったんだ。カップルかなんかやったんだろ。片足で持ってトン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 おめえ。なあ。俺は三つ音がするだろうと思ったらおめえ三つ目のトンって音の代わりにドサッて音がしやがる。舞台踏み外しておめえ客席に落ちたろ。お前一番前で握り飯食ってるおばあさんの膝の上ダシャーッとチャーッとおめえおまんまつぶだらけになっておめえばあさんひっくり返っちゃったおめえいけねえやなおめえああいう人の命を脅かす稽古事は。いやだあのねそういうんじゃねえんだよ。あのね今度はねそういうんじゃあのね、実はねこの先のね新道におめえ気がつかなかったかい。前々からほら空き家があっただろ。あそこで待ってよ。この前からデイクがトンカントンカン音を立ててやって何ができるのかなと思って俺楽しみにして毎日毎日、通ってたんだよ。そうしたらよやっと昨日できた。町内にまた新しいもんができるってのは嬉しいやな。おつなうちだよ。看板がぶら下がった。あくび死なんどころとしてある。なんだいそのあくび死なんどころってね。だからあくびをぜ作るんだよ。なんだよあくびってあの口から出るあくびか。もう取り見えちゃねえか。ケツから出るあくびなんてあるしね。みんな口から出るんだよ。もうおめえわざわざ襲わなくったってよ。退屈すら誰だってあーあって出るじゃねえか。そりゃそうだよ。退屈すら誰だってあーあと出るようなものをだよ。わざわざ看板をぶら下げて銭を取って人に押せよってところにね俺は何かそこにね奥の深さがあるんじゃ。お前は物好きだねおい。よしなよそんなものを教わりに。そんなこと言わねえでさ頼むよ。俺はねわっから聞いたところによるってとね何でもあくびの稽古ってものはね、茶の湯から出たってんだね。よせよお前第一ね茶の湯から出たものを教わるって面じゃないよお前は。え墓場から出たもんでも稽古しろ。よせよつまんねえこと言うなよ。頼むよ。おつなうちなんでちょっと行ってみようよ。ね、ちょいとね、前にはかなんかあってね、県人字書きでもってさ、おつなね、メントリングしかなんかでもって、ね、ちょっとここ、ほら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 、ここだよ。ね、おつだろ。ね、粋なもんだよ。ね、ほら、あくびしなんだからとして、ね、頼み付き合ってくれよ。ね、これがさ、歌だとか踊りだとかってんならこっちも様子は分かってるよ。あくびじゃ分からねえもの。ねえ、いざって言うと俺は度胸はねえんだからさ、頼むよ。ねえ、いいだろ。ねえ、まあまあいいけど、お前は稽古しなくったっていいんだよ。ただついてきてくれるだけでもいい。いいけど、ちょっと頼む。ごめんください。こんにちは。ごめんください。はい。おい、誰かいないかな。しょうがないな。こういう時に誰もいないんじゃ取り次ぎができない。今あの取り次ぎの者がおりませんからどうぞこちらへお入りください。
今誰もおりませんからお入りください。おいね、なんか奥が深いだろ。今言ったこと聞いたかい。誰もいねえからお入りくださいってちゃんと声が聞こえるところなんだよ。なんか奥が深いよこれはね。うん、こんにちは。お、どうも、こんにちは。今表の看板見て入ってきたんですけど、こちらあくびを教えてくれるってところですか。はいはい、あくびをお教えするのは手前どもでございます。あ、そうですか。私あのお稽古願いてえと思ってそれで入ってきちゃったんですけど。おお、あ、そうですか。今取り次ぎの方がおりませんので、何ですが、まあ、どうぞそこへ、お上がりになってくださいな。お入りください。そちらのお連れさんの方もどうぞこちらへお入りになって、どうぞこちらへ、どうぞどうぞどうぞ、いえこちらへお入りになっちゃってくださいよ。そちらの方、そこあの開けっぱなしておくってと何です。腰のところから首だけ中に突っ込まないように、遠くから見て妙なもんに見えますからね。こっちお入りになってください。そちら あの方お連れさんでしょ。あの方お連れさんでしょ。どうですか、あ、この野郎ですか。俺別にお連れさんってほどなんじゃありませんよ。何ですか、一緒に来たんですよ。じゃあお連れさんじゃありません。お連れさんですか。おい、見えるよお前、お連れさんだってじゃん。お連れさんなんだからこっち入れと。よせよお前、お連れさんだなんてつまらねえ濡れ衣着せんだよ。なんだよ。だって先生がそう言ってっからだよ。いいからこっち入れよ。あの野郎強情な野郎なんですよ。いや今ねこっち引っ張ってきちゃったんですけどね、お稽古するのは足だけで、あの野郎それじゃあの中へ入れさせました。上がらねえんです、上がらねえんだ。上がれったってなかなか上がる。じゃあお前そこにかけて、あのあそこにあの かけてあの待たせますから、お稽古は足だけで。ああそうですか、はいはい、それではどうぞお布団をお当てくださいましよ。ああこれはよくおいでくださいました。ご町内の方ですか。ああそうですか、さようでございますね。これが歌の稽古だ、おしゃみの稽古だ、踊りの稽古だってことになりまして、と、手ぬぐいの一本も持って町内中ご挨拶申し上げるところでございますがね、何しろあくびでございますから、そういうご挨拶もせずに、とんだ失礼をいたしました。では早速お稽古にかかることにいたしますが、ところであなたは何ですか、お下地は終わりですか。お下地は終わりですか。そうですね。何しろあれはねって言うとね、寿司取ったって刺身食ったって生臭くていけませんか。いや下地ってね、お醤油じゃありませんよ。つまりですね、今までどちらかであくびのお稽古なすったことありますか。これどっか他でやってるとこあるんですかこれ。いや知りませんよ、あっしゃね初めて見てね、ああ珍しいなと思ってね、あっしゃ珍しいもんがあるとついついこう鼻の頭から減ってっちゃう癖があるもんですからね、減っちゃったんですよ。いやあっしゃ他の聞いたこともねえんですよ。初めてです、初めてです。おお、そうですか。じゃあつまり初心者ということになります。初心者、いやそんな偉かないんで。いや別に偉くありませんよ。そうですか。であなたは一体どういうあくびのお稽古をなさりたい。どういう、どういう、あれどういうですか。あれどういう、あのどういうってあのあれじゃないんですか、あくびってあれ、退屈の時にみんなのあーあってやろう、あのあくびじゃねえんですか、こちらのあくびってのは。ああ、あれもあくびでないとは申し上げませんがね、退屈の時に証拠となしに出てくるあくびでございますね。あれはまあ、まあ、あくびには違いありませんが、ああいうのはもうほんのダーあくびで。ダーあくびと何ですか、世の中にダーあくびじゃねえあくびってのがあるんですか。手前どもでお稽古をするのは皆身のあるあくびばかりだ。ああそうですか。
あくびに身があるかねえかそこのところはよく分かりませんでしたがね。まあ一つよろしくお願いします。ああそうですか、それではまあ初心の方ですからいかがでございましょう、手始めに式のあくびというのをご伝授申し上げましょうか。式のあくびと申しますのは春夏秋冬でございますね。秋のあくびと申しますとこれは名月でございます。名月を前にお団子やすすきや、その他のものをお供えして、名月を見る。その時にこうあくびが出て、つまり涙越しの月ということになりますが、なかなか風流なもんでございます。これは秋のあくびで、冬のあくびと申しますのはこたつでございます。こたつに当たっているうちに、とろーんと眠くなる、むきかけのみかんがこたつの上へこう乗っている、うと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 しかかる、と急にこたつの中から猫が出てきて体を突っ張らかしたかなと思ったらあくびをした。それを見ているうちについこちらもあくびを誘われるという、これは四季のあくびの中でも一番むず、いやその一番難しいな、一番難しいの勘弁したいよ、一番優しいのを一つお願いしたいんですよ。ああそうですか、まあどれもこれも優しい難しいというのはやってみるとさほどのこともないんですが、それではいかがでございましょう。夏のあくびという、これからお稽古いたしましょう。いやもういやいや優しきはもうそれお願いしてんの。そうですか、まあ別にね、申し上げたように優しい難しいというほどのもんじゃないんですが、それではですね、私がやってお見せいたしますんでどうぞご覧ください。この夏のあくびと申しますのはこれは船遊びでございます。隅田川に船を雇いまして船頭と差し向かい、隅田川というものは、あちら岸こちら岸と船を上り下りさせますとうまくその日を避けることができますので、そうですね、守備の松あたりに船をもやいまして船頭と差し向かい、夏の昼下がりとろーんとしたそんな気だるいかったるい、そんなような夏の日の昼下がり、そこのところを一つお忘れのないようによろしゅうございますね。では私がやってお見せいたします。じゃあこのまずこのタバコ入れからキセルにタバコを移しましてね、これで火をつけていただくところから始めて、ここらのタバコ本でございますが、船の場合ですと火箱でございますね、そういうおつもりもお忘れのないように、もうちょっとこっちへ引きましょうか、ね、これでゆっくりとタバコをくゆらしていただきます。最前から私の体が揺れるともなく揺れているのにお気づきでございますか。これは船がさざ波にあおられまして揺れているところでございますんで、こういう芸の細かいところをよくご覧ください。セリフでございます。おい船頭さん、船上手へやっておくれ。堀から上がって一杯やって、晩には中へでも行って、新蔵でも買って行きな遊びをしましょうか。船もいいが一日乗ってると、退屈で。退屈でならない。難しいですね。難しいよ、ほら見たかおい、難しいだろ、奥が深いってのはこれだよ、ほらなかなかできるもんじゃねえやろ、ほらこの驚きの、で先生拝見しておりましたとてもいっぺんじゃ思えません、あしは物覚えが悪いね、もうごく勘悪いたちなもんでね、あいつにもよく言われるんですよ、おめえは芸の筋がよくねえなんて言われるんですから、すいません、もういっぺん、ああそうですか、何度でもそれはおやりいたしますが、大して長いもんじゃございませんので、なるべく早く覚えてくださいまし、よろしゅうございます。これ覚えていただきましたらあと順に秋冬と参りますから。
船頭さん、船へ上手やっておくれ。堀から上がって一杯やって、晩には中へでも行って、心臓でも買って粋な遊びをしましょうか。船もいいが、一日乗ってると退屈で退屈でならない、だんだん難しくなるような、そんな気がするんですがね。今言った通り、あっしは武器な太刀でね、ほらね、こんな難しいと思わなかったんですよ。あっしはね、悪意の稽古ってからね、みんなあの一列に並んでいっぺんにああああってそれでいいなと思ったんですよ。こんな難しいとは思いませんでしたね。どうですかね、あっしにもしあの、向かねえようでしたら、今のうちにね引き下がった方がいいような気が。いやいや、皆さんそんなことをおっしゃいますが、案ずるより馬やすしでございます。まあちょっとやってごらんなさいまし。これ私のあのタバコ入れ、これお貸しします。あ、そうすか、そうすか、あ、そうすか、これで、あ、そうすか、どうだね、こんな難しいと思わなかったんですよね。第一、あっしはね、あくびの稽古にセリフがあるとは思いませんでしたからね。ねえ、こうやって、おお、いいタバコです、これ。これ安くねえでしょ、これ。いや、あっしもね、タバコやるんですよ、タバコやるんですけどね、あっしはこんないいタバコ吸ったことはないですよ。やっぱり違いますね。あ、これうめえや、あ、うまいね、これ。なんていうんですかね、香りが違うっていうのかな、こう丸みがありますね。喉を取るときにズーンとこう、なんかこう重みがあるってんですかね。足はもう煙ばかり出ちゃってね、ほらんねえ、ほら、ほらんねえ、タバコは一服だ。あ、一服、あ、そうです、すいません。じゃあの、今度これでやりますからね、これで一つ、体ね、へへ。うちは盆踊りのお稽古ではございませんので、あくびのお稽古でございますけれど、あの体の方は揺れるともなく揺れるというような具合に。揺れるともなく揺れる、そういうね、難しいこと言われちゃ困るんですよ。あっしは江戸っ子ですからね、職人ですから、あっしはね、揺れるなら揺れる、揺れねえなら揺れねえ、どっちかにしてもらいたいな、あっしはな。揺れるともなく揺れるってのよっちゃんだって。どうしようね、こんなもんで。初日ですから、一つこれで勘弁してもらってね。そうですか、で、あの、なんていうんですか、おい、船頭さん、あっ、あっ船頭を作れ。船頭を作らと、そういう言葉じゃないんでございますよ。おい船頭さん、よろしいございますか。夏の昼下がり、とろーんとした船遊びでもしようという方ですから、もうごく物持ちの多いような、物持ち多いよってね、どっちか片っぽぶつかったらいいんですがね、用を飛ばして下げて通ってるんですからね。どうもそういうこと言わっちゃうからな。そうですか。じゃあ、なんですか。おい、おい、船頭さんと。それから、ね、船を上手やっておくれ。ああ、すか。船を上手やっておくんねえと。おくんねえとじゃありません。船を上手やっておくれ。ああ、そうですか。船を上手、やっておくれ。それから、これから上がってペイチ仕掛け。ペイチ仕掛けって、そういう柄の悪い言葉をお使いにならないように。よろしゅうございますか。おうような、とろーんとした、そこが一番寛容でございますから、お忘れのないように。船から上がって一杯やって、ああ、そうですか。船から上がって、一杯やって、で、晩には、中へ行って、で、心臓でも買って、粋な遊びでも、しようじゃねえかと。ね、で、船もいいが、一日乗ってると、退屈だと。ね。退屈でしゃねえやと。ね。退屈でしょうがねえってことについちゃ、そろそろあくびでも始めようじゃねえか。なんてんで、
何ですね、あんた。ため息をついちゃいけませんよ、あんた。よろしいですか。あんたね、セリフが終わった後にうまくそこであくびをしようとそう思っているってところ、あくびって出ません。もうセリフの言い終わりのあたりからあくびというものはおのずと湧き上がる、おのずと湧き上がる。そんなしらみみてえなこと言われたってね、おのずと湧き上がるったってね。そうっすか。じゃあ、まあ、とにかくそうっすか。じゃあもう一遍やってみましょう。もう一遍ね。はい。おい船頭さんね、船上手やって、おくれ、うん、これから上がって一杯やってで晩に中へ行くってと馴染みの女かなんか出てきやって、お前さんちっとも今度来なかったじゃないか。何してたんだよ。噂によるってとお前さん、他にいい女ができちゃってんだろ。浮気ばっかりしてんだから本当に私ってものがありながら憎いったってあるしない。よくの下ほっぺたこっち私なんて言ったほっぺたキュッとつねって言ってって、なんですよ。そんなセリフはどこにもないじゃありませんか。だってあなたあくびどうしたんですよ。あくびは、あくびねえ、いい加減にしろよ本当にな。冗談じゃねえ、まったく。おめえたちはいいよ、おめえたちは全然に好きなことやってんだから、冗談じゃねえ本当に。こんなことをね、教わる野郎も教わる野郎なら、ね、銭取って教える野郎も教える野郎だよ。何根言っちゃうんだよ。船もいいが一日乗ってると退屈で退屈だってやん。何言ってやんだよ。船なんかおめえ渡し船だって満足に乗れねえやつがおめえ船遊びの料金なんか分かるね。おめえたちはいいけどよ、くそ面白くもねえもの。こっちでぼんやり待たされる俺の身になれ。俺の方がよっぽど退屈で退屈で、ああならねえ。お連れさんの方がご器用でいらっしゃる。集まりをいただきまして誠にありがとうございます。ほんの数日前に俳句会で甲州というところへ参りました。甲州、中国でございます。中国には甲州と日本読みするところが大きなところで2つありまして、広いという甲州と、それからあれは本当は何て言うのか分かりませんけど、防杭の杭っていうような字を書く、甲州ですね。広い方へ行きました。南の方です。亜熱帯性の陽気だってんでとても暖かなところでございます。俳句会で行ったんですけれども、2年半前にやはり俳句会で甲州というところへ行きまして、その時はですね、誰とは言いませんが日本の猿総理大臣がですね、靖国神社に500円玉をあげたとかあげないとかで大層中国が怒りましてね、それで天安門事件ほどじゃないけど中国の学生が諸女方々で、なんですな、デモをやったり、あるいは日本の大使館をなんとかしたりとかってんで大騒ぎになりまして、
我々が出かけた時は500円玉はないんです。私たちは、香港へまず入って、そこから明日広州へ行こうってんで汽車に乗りましたね。その汽車に乗る直前に500円玉事件があって、大変でした。で、結局広州の俳句会は取りやめになりました。俳句会なんか別に取りやめることはねえと思うんでしょうけど、俳句会に出てる人たちがですね、あちらの孫文という昔の偉い方がゆかりの中山大学という、中山と書きますが中山大学というところでもって、つまりこれからの世界はこうあるべきだという立派な演説をした、その始まりの同じ場所で俳句会の人たちがそこでそれぞれの抱負を語るという、つったってね、抱負っていうほどの人は出ないんですけど、A 六輔とか小沢昭一とかですからね、まあ今の日本をこんな風にしてしまった人ばっかりでございます。でもやるはずだった。で、聞く人は別に中国の学生さんではない、在留邦人といわれる現地で働く広州ってのは、行ってみるとね、まあ、大変なんですよ。日本の商社が我々が想像していた以上にもうああというような具合でね、こんなにいるのかよ日本人が、こんなに会社が出てくるのかよ。ほいで、よく中国製なんてのありますよね、着るものでも、それから、ちょっとした、なんかそういうもの。それは大体あの辺に集中してるんですよ、作る場所が、ですからね、言ってみればそういう意味では中国の産業の中心地と言ってもいいかもしれない、るつぼですね。で、そんなわけで前回の時は靖国神社のに500円玉をあげたのあげないのということが元になりまして、我々は自粛をいたしました。それのリベンジということでしょうか。ピッチャー松坂じゃありませんけど、リベンジというのでですね、2年半前はそういうことができなかったから、ぜひまた来てくださいよってんで、広州の日本人会の方々からお招きを受けて行きました。で、今度はその俳句会と、まあ講演、私と宣教は、講演立ってろくなことはできねえから、まあ短い話を落語を一つずつやってというような、そっちの方は別に問題はなかったんですが、私はね、本当言ってね、もうあんまり行きたくなかったんです今度は。もうやめた方がいいんじゃねえかっていうね、みんなもうボケちゃってね。大変なんですよ。私ね、68ですよ今。で、私が抜群に若いんです。あとはね、もう本当になんだかわからないんですよ。困っちゃってね、その最たるものが宣教ですね。まあ他にもですね、いますよ、数 2,3 名はおりますけど、まあ中でも宣教が飛び抜けてる。で、これはね、年を取ってボケてんのかなと思ったら、そうじゃない、あいつは若い時からそうだった。前回の時ですけど、2年半前の時ね、その時ね、A さんのところのマネージャー女の子がついてる、 A 六輔さん、それから私についてるマネージャー女の子がもう一人ついてた、それから
私のね娘がね、元旅行者にいたんですけど、それが中国行ったことないからお父さん連れてってよってんで連れてきました。でこの3人がいたんで、なんとかなんとか出かける時と帰ってくる時の人数が変わらずにおりましたが、その3人がいなかったらどうなったかわからない。まあ戦況がどういうふうに愛嬌があったかといいますと、前回ですよ、前回ね、向こう行って広州の中国大酒店という、まあ、広州でも一番大きなホテルへ泊まりました。で次の日、私の娘が何かと心配なので宣教の部屋に、入ってきましたよ。もう うちの娘は生まれた時からもう宣教はすぐそばにいる人ですから、宣教おじちゃん宣教おじちゃんって、宣教おじちゃんおはようって入ってった。そしたらね、部屋真っ暗なんですよ。部屋が真っ暗でね、で当然ベッドに寝てるかなんかしたと思ったのが、持ってきたトランクに腰を下ろしてね、こういう形でね、ロダンの考える人みたいな形で、おじちゃんどうしたの、寝る支度しないの、してないの、寝なかったの、寝てないの、なんで寝ないの、カバンが開かないんだよ。もうこれだけでどのぐらい手数がかかるかお分かりでございましょう。そしたらね、カバンの開け方ぐらい教わってくれるのに、なんか、息子の嫁のだかその子供のだかなんか借りてきたんですよ。それでちゃんと閉めてくれたんだけど、開け方知らないんだ。知らないはずはないと思うんですよ。教えてくれたんだと思うんですけど、教わったつもりでももう自分が教わったという記憶もないから開け方も知らないでしたな。驚きましたね。でまあそれは前回ですけど、今回行くについて今度どういうことを気をつけたらいいかなって電話かかってきたから、とにかくカバンの開くやつを持ってた。それで広州行きました。それで、またそう、また娘がね心配だから行くって言うんですよ。それで結局はまた女の子が3人ついてったんで、まあまあ、大事には至らなかったんですけれども、朝「宣教おじちゃんおはよう」っつって部屋へ入ってった。そしたらね、「カバン開いた、開いた、開く、あそう、じゃ あの中に入ってるもん私がねちゃんと取り出してあれしてあげるから」っつってね、バッつってトランク開けて、それで「わあ」っつったらね、なんだか知らないけどビュービュービューってね、なんか飛び出したんだって。大きなゴキブリですって。あれおじさん、これゴキブリどうしたの。見送りにここまで来ちゃったから。つまり日本から連れてっちゃったんですね。その後広州でゴキブリが大発生をしてるというニュースがあっても、ここで私から聞いたということはどうか皆さん、口を閉ざしていただきたいという、大変なもんですな。日本からゴキブリ輸出しちゃったんですから。でもこれが本当にそうだったらね、これは犯罪ですからね。生き物はやったり取ったりしちゃいけないんですから。いやまあそんなでね、でもとにかく今あの楽屋に宣教がおりましたから、どうだった宣教、広州で一番印象に残ったのは何、何を覚えてる、広州はこれだなって思ったのは、キノコ鍋かなって言うんですよ。
キノコ鍋っていうのをいきなり食ったんです。これは大胆で美味しかった。大体ね、食は甲州にありというぐらいで、本当に、まあ私は中国はそんなに行ってませんけど、方々行った人がやっぱり甲州が一番うまいって、いわゆる広東料理って言われてるもんですけど、広東料理といってもですね、私が知っている広東料理っていうのは香港だと思った。ところが香港のは考えてみたら広東料理じゃない。あそこはね、なんて言うんだろう、中華料理の見本市みたいな土地柄でね、とにかくどうだすごいだろうっていうのがぐっとっさりぎっしり詰まってる、そういう国といいますか町ですね、香港ってのは。で、広州の食の広州、食は広州にありと言われる広州は、そういうごちそうって言われる豪華なものは何も出てこない。早い話が野菜炒めみたいなもんだったり、ちょっとした煮物だったりというようなものです。だから多分中華料理を期待していく人はがっかりするんじゃないでしょうかね。何これ、だって酢豚も出てこなきゃ、チンジャオロースも出てこねえしね、それからなんだ、そういう、とにかく皆さんが知ってるような何も出てこないんですよ。何も出てこない、見たこともないような、普段こういうもの食べてますよみたいなものが出てくる。だけどこれがね、口に入れるとみんな薄味でパンチがない、パンチがないんですけど、なんだろうなこれと思って食べてるうちに、ふっと気がつくと口の中においしいっていうものがぼーっといっぱいに広がる。なるほど、これこそ中国何千年の味だなというような、そういう素晴らしい料理ではありました。料理ではありましたよ。行く前みんな心配してました。大丈夫、中国なんか行って、あそこは農薬が野菜でとかって。で、向こう行って聞いてみました。日本じゃね、みんな心配してますよ。あのこっちの人は野菜をみんな洗ってから使うんですってね。ええ、そうですよって向こうの人が言うんです。どういう洗い方するのか知りませんけど、農薬が落ちるように洗うんですって。それで聞いた話ですけど、こちらのお金持ちは、中国の野菜は食べないっていうことを日本で聞きましたと。日本からの野菜を輸入してそれを食べてるんだってことを聞きましたが、それは本当ですかっつって怒られるかと思ったんですよ。したら当然ですって言ってんだよ。それで人の数が多いでしょ、国は広いでしょ。もう加藤武志なんていう、あのほら、あ、分かったっていう、 あの人なんかはね、もう何遍言ったかね、こんな国と戦争してはいけなかったって。なんつったって広いんですから、あそこをね、日本人は勝った勝ったっつって、それでどんどん攻めてったんでしょ。で、後で調べたら、勝った勝ったっていうのは軍隊がいるところは勝つんですよ、戦争では。で、どん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 奥地へ行くと、で、一番奥地まで行っちゃうと、さあこの賭博地から奥地までのこの道のりは、全部向こうの国民で、つまり、軍隊だけがどんどん勝った勝ったって奥へ行くだけで、この途中の人はそんなこと何も気にしてないんだそうですね。そういう国柄なんです、あそこは。そう、今日ね、これね、テレビ撮ってんですよ。でもうお分かりでしょ、何があってね。つまり今やってることはテレビには映らないんです。で、どうせ映らないんだから、いろんな話しちゃいますけど。そういうことでね、中国の人たちのその何点でしょうかね、あの数とそれからその広さってものは実に恐ろしいほどのもんでしたよ。私もそう思いました。こんな国と戦争してはいけない、どんなことがあっても戦争はできない、そう思いました。向こうから無理難題を吹っかけられても戦争はできない、本当に
どうしようもない。広くて多くて、まあはっきり言って嫌になっちゃったっすよ。えらいところと戦争したもんだなと思いましたよ。そう、それでね、あ、そう、選挙のことですけどね。まあ選挙の話しだすと長いんでね、あと一つだけにしますが、はっきり覚えてるのは、去年じゃない、この前行った時に、あのバスで集合っていう時にいないんですよ。だいたいいつもバスで集合とかどっかへ出かけてって、香港のディズニーランド行った時も、さあ出かけますよっていう時もいつもあのいないのは選挙なんです。それってどうしたんだろうってしびれを切らすほど待ってると、向こうの方からなんか右見たり左見たりしながら、鼻歌歌いながら、待たせてごめんでも何でもなくて普通の顔してって、これはね、だからボケじゃないんです、若い時からなんですね。今から30年くらい前にね、長野に、小林一茶の聖火を訪ねるという俳句会がありました。その時に、長野からバスで、一茶の聖火まで、そうですね、1時間か1時間半ぐらいあるんでしょうかね。はい、皆さん乗りましたね、はい、それではこれから小林一茶の家へ行きましょうって、長野の街の中をバーって走り出したら、誰かが、あそこ歩いてんの宣教さんじゃないか。宣教というのは少なくとも我々の区会の一番親玉なんです、総称なんです。その総称を忘れて、でみんなでバス出発しちゃったんです。本当に道歩いてんの見つけてよかったですよね。あれ見つけなきゃ、あれっきり宣教はどこ行っちゃったんですかな。そういうことがありましたけど、この前の講習の時でも、朝バス乗るって時にはいないいない、どうしたんだろう、で女の子たちがみんな、手分けして、部屋かしら、トイレかしら、館内かしら、外じゃないかしら、またうちの娘なんですけど、見つけたのが、ホテルから出た2つ先の四つ角のところで立ってたって言うんですよ。おじちゃんどうしたのよ、迷子になったのってうちの娘が聞いたんです。そしたら、ううん、向こうを見てたって言ったんです。だからもう行きたくないと思ってる。まあ商売でこれが優しいってものはないってますけどね、何でもそういうコツ肘あるんでしょうね。その商売になってみなきゃわからないってなことがね、あるんでしょう。商売で優しいってことがあれば、優しくてみんなと同じ暮らしができるならみんながそれやるんでしょうが、そういうのがないってとこ見ると優しい商売ないんでしょうね。私なんかいいね、ちょっと高いとこでもって、で上顎と下顎のぶつかり放題なことを言ってら、なんとかおまんまが食えるんでしょ、本当にのんきでいいねなんてね、よく言われますよ。そう見えるんですな。そう見えますかね。本当のこと言うとね、もうとってものんきですよ。子供の頃に大きくなったら何になろうかしらなんてね、私はまだごくごく小さい時には、その頃日本中の少年たちがそう思ってたように、軍人さんになるんだとか、そういうことを言ってたらしい。
僕は軍人大好きよなんていう、歌は未だに歌えるくらいですからね。覚えたつもりでもねえのに、ということはつまり、なんていうんですか、先入観念じゃねえね、まあいいや、というようなことで、覚えてはいますがね。くず屋さんなんかは楽でいい商売だなって、道端でしゃがんでこう友達と遊んでる時に目の前をくずい、くず屋を払いなんて人が通り過ぎるってと、なんだかね先急いでるわけでもねえし、なんかあの人だけ時がゆっくり過ぎてるようなそんな雰囲気を持ってる、いいな、のんきでいいなって、そう思いましたよ。その頃のくず屋さんっていうのは、背中にちょっと粗めのザル、大きなザルを背中に背負いましてね、それでそのザルの中に、ザルっていうかカゴっていうか、その中に棒ばかりというはかりが入ってる、その後バネばかりとか、こうメモリについたはかりとか出てきましたけど、それはその頃は棒ばかりです。棒ばかりって言ったって棒だけじゃないんですよちゃんとこういうね、ちょっと端っこの方にこう吊るす紐がついてましてね、でこの長いところにメモリがついてる、メモリがついてる、でこの下に何か引っ掛けたりなんかする、こういう引っ掛けるものが、金具がついてる。で例えば古新聞なんかを、買うということになると、これで測るわけ、どのくらいあるか。それにはこれをこうやって引っ掛けといて古新聞持ち上げる、当然こっちが重たいからこうなります、こうならないようにここに、金の重りをつける、重りも大中小いろいろあります。それでその重りをこうずらしてうまくバランスの取れたところで、ああこれは300目だとか500目だとか1貫目だとかっていうような風に読み取る、これ棒ばかりですね。でこんなものをただただポーンって放り込んでね、で私の記憶の中にあるくず屋さんというのは手に金の棒を持っていて、金の棒がこう直角に曲がっている、とんがってます。でこれでもって道に落ちてるキャラメル、森永ミルクキャラメルとかなんかそういうようなものをですね、ポーンと、それは明治キャラメルでも何でもいいんですけど、背中の中に放り込んで、それでまたくずーいっていっちゃう、なんてのんきな商売なんだろうなって思いましたよ。ところがね、後になって聞いてみたら、あんな難しい商売ないんですってね。いろいろコツはあるでしょうけど、分かりやすいので言えば、大きな声で呼ばれた時には儲けがないってんです。大きな声で呼ばれた時に儲けがないというのはなぜかというと、昔はお屋敷町なんてところがありまして、こういうお屋敷から出てくる、お払い物というのが意外に金目のもんが多い。そらそうでしょう、我々のようなですね裏長屋に住んでるやつはもうこれ以上どうにも使いようも何もないっていうようなものを、持ってけってなことをくず屋が言われても、それいりませんっていう、それを無理やり持ってかせるっていうのと、お屋敷はどうですか、あらまだまだもう使えるというようなものを惜しげもなく、払い物に出しますから、ほらそれを買うっていうとまた他行って、もう儲けが出ます。でしかもお屋敷町では近所に気兼ねをします。あのうちはあんな大きな構えだけれども、くず屋にお払い物を出さなきゃ暮らしが立たないのかしらって言われたくないから、くず屋呼ぶときも決して大きい声出しません。裏木戸を開けといて、くず屋さんなんて。で言われた方ももう分かってる、もうそこがコツです。返事をいたしません。ちょっと目で合図だけをしといて中へ入って、それから軌道を閉めて改めて「へい、お払い物でございますか」ってと、これが商売になる。慣れないくず屋さんになるって言って、せっかく向こうが小さな声で「くず屋さん」って呼んでるのに「どちらでしょうか?」
これじゃあ開きかけた木戸がまたスーッと閉まっちまうというので、やっぱり、小さな声で呼ばれた方が儲けがあったんだそうですな。もっとも小さな声で呼ばれれば必ず儲けがあると、限らねえ、そうとは限らねえってところがこの商売の難しいところで、裏長屋をくず屋さんが流して歩いておりますくず屋お払い、くず屋さん、くず屋さん、あれ悪いとこで呼んでやんね、長屋のはばかりだよ、やだねあんなところで。待てよ、泥棒かなんかがね、人の財布をすり取って長屋のはばかり逃げ込んで財布の中身懐を入れて財布は捨てちまおうと思ったが、ちょうどくず屋が通りかかったから売っちまおうって、いい金具でもついてる儲かるよこれ。向こうがそのつもり言ってんだ、こっちもそれに合わせてやんなきゃ。へい、お払いもんは紙があったら一枚くんねえかなんて、これじゃもう商売にも何にもなりゃしません。同じく小さな声で呼ばれてよろしいというのに、その頃二八そばというのがありました。二八そばというのは、そば粉が8分うどん粉が2分というので二八そば、あるいはその以前飽きなったお宅柄が二八の16文だったというところから二八そばだなんてことを言ってますが、どっちにしてもこの二八そば、このそばはですね、やはり小さな声で呼ばれた方が儲けがあったんだそうです。江戸の町には方々に、かなもう博打場なんてよくねえところがありますから、そこで、よっぴてガラポンガラポンシャーブってなことを、寒さも増してくる、腹も減ってくる、ちょうどそば屋が通りかかった、よしみんなでそばを食べて、いい精をつけて、それから改めてまた勝負のし直しだってなことを言う。ですから自分の方で悪いことしてますから、決して大きい声は出しません。いくつできんだい、そうかい、それみんなこしらえてます、いいよいいよみんなこしらえて、いやいやおめえ運ばなくたっていいんだ、おめえこしらえてつらいくれりゃいいんだ、俺はね、どんどん路地へ運び込むからなんてんで手伝ってもらった上に、思わずそこで掃除前になるなんて、小さな声で呼ばれた方が儲かる。あるいはまた大きなお棚でもって奥に内緒で店の若いもんだけで、そばを温まって、寝ようなんて、奥に内緒ですから、決して大きい声出しません。小さい声で呼ばれた方が儲かった。奉公人が10人いれば遠出ます。おかわりをすれば20出る。思わずまた掃除前。なかなか商売のコツってのはあったようですね。二八そばの語になりまして、鍋焼きうどんというものが江戸でも出るようになりました。江戸っ子はそば好んで食べたが、うどんはあまり評判が良くなかった。うどんを食べるようになるまでには相当年月がかかったようで、なんでそばなん、そばはいいけどよ、うどんはおめえ色気がよくねえ、色気が生っちろくてよ、太くてよ、あんな煩ったまめめずみたいなもん食えるかいってなことを言って、もっともね、寒い時にはあのそばよりはうどんの方が体が温まりますからね、まあだんだんその味わいが分かってくるってえと、江戸っ子の中にも、うどんも広まってきたんでしょうけど、七輪のケツをバタ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 うちわで仰ぎながら、今戸焼きの土鍋の薄いやつ、これ上にかけて中でグツ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 煮て、そこにね、ちょっとナルトを添えたり青いものをちょいちょいっと、散らしたりなんかする、ただそれだけなんですが、どうもね売り声も違いましたね。売り声もそばの方はね江戸前です。そばうねぎなばしぽぐってんで、このそば屋の声がずっと江戸の町の屋根から屋根、暗闇の中を伝わっていくような
そんな風情がありますが、鍋焼きうどんの方はこういうわけにはいかなかった。鍋焼きうどん。おう、うどん屋、ちょいと待ってくれよ。なんたらぐちじゃいやいや。ちん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 。あ、ちょっとお客さん、お客さん。そう、2捕まってぶら下がっちゃいけない。今、下ろしますから。おい、ちょっとずっと下ろしてみつくんねえかな。ボタンは、持たねえ。あ、ちょっとよっかかっちゃいけません。傾きますよ。この、やかんがひっくり返りますから。なんで、このやかんは。これ、おつゆでございます。おつゆか。ちょっとそれ、そっち下ろしてみつくんねえかな。え、あ、咲いてますか。これでいかがでございます。うわ、ありがてえやから。いや、いい石だね。うどん屋、ちょいっと、当たらせてもらうで。どうぞ、お渡りくださいまして。どうだよ、うどん屋、ケーキは。どうも、不景気で困りますな。ねえ、言ってんねん。うどん屋のくせに、生意気なこと言うなよ、お前。誰がこんなもの、経験、よくて喜んで食うやつだ。みんな、経験悪くてしょうがねえから、みんな我慢して食ってんだよ、お前。同じ言うなら景気が良すぎて困りますって言わなきゃおめえ理屈にあれだろ。あ、祭壇ですか。どうもありがとうございません。どうぞご勘弁願います。本当だよ、謝りゃしょうがねえけど。うわ、いい石だね、これ。ありがてえ、ありがてえ。いやうどん屋、おめえ本当にいい商売だね。この寒いのに、死を担いで歩いていられてよ。本当だ。へで世間を白く歩いて。あ、そうだ。おめえ世間白くてやよ。下手屋の太平っての知ってるか。存じませんが、存じねえわけねえがな。付き合いの白い男だぜ。腕はいいんだ。神さん愛嬌もんなんで娘がいるんで、見坊つってね、年が18。今晩ね。同じ商売仲間から婿を取ったんだ。養子をもらったんだよ。あら、おめえ以前隣り合って住んでたもんだから、ぜひおいでを逃げてなんて言われてよ。言ったね。今晩、ばあさん連れて行ったんだよ。娘とおふくら出てやってね。娘はね、おじさんどうぞこちらへ。おじさんどうぞこちらへ。俺のこと、おじさん、おじさんなんてやんだよ。俺、嬉しくなっちゃったよ。奥のね、床の間のあるところへ、俺とばあさんを座らしちまってさ。ばあさんなんだ、そんなところはね、据えられたことはねえもんだから、おめえ、なんだ、決まりがいいってんで、もじもじ、もじもじしてやったよ。そのうちにね、差が出てきたからね、飲もうと思って覗いてみるって言うとよ、うどん屋、なんだお前、茶碗の中で変な紙くずみたいなのがふわ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 浮いてやんだよ。匂い嗅ぐと変な匂いがしやがって、やめちゃったよ俺。冗談じゃねえよと思ってさ、こんなもん飲めるかいってなもんだよ。ばあさん見ると平気な面して飲んでやん。うちのばば、あれまたね、何飲んでも食っても当たったためじゃねえんだ。不思議な腹だね、あいつの腹。後で聞いたから桜打ってんだってよ。そんなもんね、バカ親して飲めるかな、おい。よ。そうこうしてるうちにね、正面のからかみがさっと開いたね。そこへ娘とおふくろ、娘はね、今度はすっかりはなりを改めて、きれいな形で出てきやったよ。うどん屋おめに一目見したかったな。大したもんだぜ。頭なんだね。白いきれでこう囲っちめやってよ。すごい、なんかいろんなもんいっぺつっとさしてんだよ。胸んとこへなんだかよ。ガマ口のでけえようなピカピカ光えるようなものを突っ込んで、なんかこの辺から房が下がって、で、膝んとこなんだ、きれいな模様がいっぱい描いたんだよ。
上から白いものをスーッと羽織ってどっかで見たような格好だなと思ったらタンス屋の看板にああいうのあったよな俺はねそばへ来たらね肩の一つもポンと叩いてそう言ってやろうと思ってたんだよ。未亡うまくやったじゃないか。一緒になったら亭主大事にしてやんなきゃダメだよってなことを言ってよ肩の一つもポーンと叩こうと思ってるって言うとなうどん屋そば来ねえんだよお前来ねえの一軒半も二軒も離れたとこへ親子なれ合いでピタッと座っちめやってよ娘は俺の前に両手をついておじさんさてこの度はって俺びっくりしちゃったようどん屋の前だけどねさてこの度はなんて言葉はよよっぽど学問があるか綱渡りの工場でもなきゃあんなこと言やしねえぜおいさてこの度はいろいろご心配をいただきまして誠にありがとうございます。驚いたね。俺以前隣り合って住んでその時はまだねこんなちっぽけなガキだよ。青っ鼻垂らしてやってピー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 泣いてばかりやった。俺んとこは子供はいねえから俺もばあさんも自分の子供みてえにしてさ、俺だっておぶってどのぐらい近所散歩して歩いてやったかわからねえんだそれがどうだいちょっと目を離してる間にこんな大きくなっちめやがってよ俺の前へ両手をついておじさんさてこの度はいろいろご心配をいただきまして誠にありがとうございましたってんだよ。めでてえな、うどん屋。こんなめでてえことねえだろ、おい。最後なんすな。大変おめでとうございます。お前ね、嫌な口の聞き方すんなよ、お前。めったいな、めったいだけでいいんだよ。大変おめでたいって言うと、なんかおかしかねえか、おい。咲いてますか？じゃあ、おめでとうございます。じゃあってことあるかよ、お前。俺、そういうよ、そういう不実なやつは嫌いなんだよ。何言ったんだよ、ベロ、おめえ。じゃあってことあるかよ、ベロ。うどん屋見ろ、お前。火の勢いなくなっちゃったちょっと炭ついでいやそんな顔するもんじゃないよ今日めでてんだからよね次ねよ炭そんなね細っけえとこでもっと大きいところよ大きいところそうそのこういうゴツゴツしたとこバン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 もうめでてんだからバン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 言ってる仰げほらもうあっおっとおい、なんだこの旗。ひでえな、これ。大丈夫か、おい。大変な死の子だぞ、これ。この辺り、よくぼやがあると思ったら、仕事はおめえじゃねえか。そんなことありゃん。ここは往来でございますから、大丈夫でございます。大丈夫なことあるか。大体お前ね、武装な面してるよ、お前は。いいねこれだよお前うわーいい詩だねいいねお前はこの寒いのに詩を担いで歩いていられてよ往来の者はどのぐらい助かるかわからしねえぜこれ
それで世間を広く歩いてよ、あ、そうだ、世間広くってよ、おめえ仕立て屋の多平っての知ってるか。ああ、さいだんすな、どうも。うんうん、何がどうもだ、知ってんのか。俺は以前から隣り合って住んでたからね、以前、うん、よく知ってんだよ、お前。腕がいいんだよ、お前。神さん愛嬌もんなんだよ、娘がいるんだ、うん、今18だよ、今晩同じ商売仲間から向こうを取りましたな。知ってんの？あ、じゃあお前あそこの近所か。あ、そうか。そうなんだよ、俺ね、以前隣り合ってたんだよ。それでね、親戚も少ないからぜひおいでを逃げてなんつってさ、でちょっとこっちちっぽけなね、うん、まあ茶ダンスみたいなものを祝ったんだよ。大層喜んでさ、ぜひおいでを逃げて俺のばあさん連れて行ったんだよ。今晩向こうへ行くってとさ、娘さんあなたのことおじさんおじさんつったでしょ。見てた。そうなんだよ、おじさんおじさんって言われて弱っちゃったから、うん、あのね、俺とばあさん床の間のあるとこに座らせて、ね、そこへさ、襖がガッ、あら、開くってえとね、娘がさっきとは打って変わった立派ななりをして出てきやがってよ。娘さんあなたの前へピタッと座って、さてこの度はと言ったでしょ。いたのお前。そうなんだよ、さてこの度はって言われたからよ、うどん屋、うどん屋、お前なかなか女性ないな、お前は、え、ねやろ、おめえのかみさんなんてよ、泣こうともあって一緒になってんじゃねえんだろ、くっつき合いだろ、そうだろ、ええ、笑ってや、いいんだよ、なんか言うやつは言わしときゃいいの、ねえ、さらべおけ、人の口には、とは立てられぬ悔しきは噂を立ててみろ、いなってね、あー、こりゃこりゃ、さうどんや、これから二人でどっか行こうか、行ってくれって。おい、ちょっとすまねえ、水一杯くんねえか。あ、お冷やでございますか。いや、お冷やじゃねえんで、水なんだよ、水のことをおしやと申しますな。おお、そうか、水のことをおしやっての知らなかったな。本当におしやってのか、怒っちゃいけませんよ。じゃあ俺おめえに聞けだよ、長唄の勧進帳にあんだろう、なるは滝の水って、あれお前なるは滝の押しやってか、おい、淀の川瀬の水車ってなるよお前、押しや車ってのあるかお前、ええー、んなことは水に流してって、押しやに流してってか、あれ、ええー、水かけろんってのはやらい、押しやかけろんってのはやらい、ベロボメ、どうもや、大すいません、どうぞご勘弁願います。おめえさ、さっきから聞いてるとおめえ何ぞってとそうやって謝るんだね。ダメだよ、世間ね、謝らそれでいいってもんじゃねえんだよお前ね。え、いえ、お前ね、そうやって何かってすぐすいませんって謝ったろ、謝るから俺おめえ嫌いだよ俺。いや、水はもらうけどさ、本当だ、謝ることないんだよ。
まあね、酔いざめの水千両と値が決まりってね。そりゃこの水いくら？え、ただでございます。とどか。じゃあもう一杯くんねん。どうぞ。担当召し上がって、な、何？担当召し上がれ？じゃあおめえ何か、おい。おめえ俺に水飲ましてわずらせよってのか？いや、んなことはござんせんよ。んなことねえことあるかい。俺ガキの時分に寒暖が起こってよ。雨上がりで水かさ増してたもんだからどんどん流されてたらふく飲んでよ。どっとわずらいついたんだ。おめえはそれを知ってて俺に水を飲ましてわずらせよってに違いねえ。ご勘弁願います。また謝る。どうしてそうやっておめえすぐ謝んの？謝るの嫌いって言ったでしょ。ダメだ謝っちゃ。今ね、お前が謝ることないんでもらうけど、俺が謝んなくちゃいけねえんだよ。そうでしょ。なんだもん、謝らそれでいいと思ってんの。違うよ、違う違う、俺が謝んなくちゃ。酔っ払って理屈を言うっていうことは ねえよね。ね、どうもすいません。返すぜ。おう、見つけろよ。さっきおめえに会った時よ、手がこんなになってかじかんでたんだよ、お前。今さ、ピーンとしちゃったよ。おめえのおかげだぜ。ありがとうよ。うん。おめえのかみさんにまだ会ったことねえけどよ。蹴ったら一つよろしく言ってってもらうじゃねえか。じゃあ、大きに、あばよ。あ、もし。親方。なんだよ。うどん差し上げてんですがな。うどん差し上げろ。おう、そう、差し上げろ、差し上げろ。威勢よく差し上げろい。上持ち上げんじゃないんですよ。あの、召し上がっていただきたいんですが。うどん食えっての？江戸っ子だよ、俺よ。うどん綺麗なんだよ。あの、こちらに雑煮もございます。何言ってやんねん。酒飲みに餅を勧める、そんなトンチキンあるべ、バカ。なんだよありゃ。こっちは後でうどんの一杯も食べてもらおうと思うから一生懸命継ぎ足したり、お愛想使ったりなんかして、あんなのに関わってたんじゃ商売にならねえ。なべやきうどん。ちょいとうどん屋さん。え、お呼びでございますか。今子供が寝たばかりですから静かにしてってください。寝たばかりかどうかこっちは分かるかい。静かにしろったって、黙って担いで歩いてたって何のために歩いてたか分からん。ダメだ、こら裏長屋はいけねえな。表通り出るか。うそぎさいなあ。なべよぎさん。
うどん屋さん。おい、うどん屋。あれ、あそこのうちで呼んでな。あそこは汁まみるってとかなり大きな大人ってようなところだが、あ、そうか、店の若いもんが奥に内緒でみんなで食べてあったまって寝よってんだ。これだからね、商売怠けちゃいけないよ。今日はお前さん嫌な風が吹くし寒いからやめた方がいいよってかかあに言われたの何言ってんだい。こういう時こそ商売になるんだって言われて出てくらよ。口開けが酔っ払いだった。今度は呼ばれたからすぐありがてえと思えば、子供が寝たから静かにしてください。あれ見ろね、こういうことがあるからね、商売怠けちゃいけないよ。向こうがそのつもりで呼んだんだからこっちも合わせなきゃ。はーい、はい、うどんあげますか。熱くしてください。承知いたしました。おいくつ差し上げます。一つ。へい、この人は試しに食べてみようってんで、美味しかったら後から後からゾロゾロ出てきて食べるんだ。格別美味しくこしらえておかなくっちゃ。お待ちどうさま。ごちそうさま。おいくらです。ここへ置きます。ありがとうございます。布団屋さん、お前さんも風邪をひいたのかい。